お帰りなさいませ。予定より早いお月ですね。ようエカユー、順風を与えてくれた羽クジラ様に感謝だよ。それはそうと、途中で客を拾ってきたよ。あのエカユーさん、俺チェンさんに頼みたいことがあって。チェンターレに耳寄りな商談を持ってきたんですが、お会いできますか？商談ですか、わかりました。チェンターレンは召喚の執務室においでです。チェンの暗殺を企てた奴が一緒なのに、やけにあっさり通すんだな。ローレンツ様は無条件でお通ししろと仰せつかっておりますので。チェンターレンは美人好きだからね。イネス、いい目になったな。つきものが落ちたみてえだぜ。瞳の奥にあった小さな迷い、寂しさみたいなもんが綺麗になくなってるぜ。そうかしら。俺が信じられねえんならこいつに聞いてみろよ。え、なになに？いいからイネスの目を見てやれ。スピリアに迷いはあるか？今のお前ならわかるだろ。全くないよ。うまく言えないけど、綺麗に晴れた空を見てるみたいだ。シング、ごめん。今思えば俺、イネスが迷ってたこと本当は分かってたんだ。でも俺バカだからさ、いろんなこと深く考えたり悩んだりするのが大人なんだって思ってた。でも今のイネスは違う。遠いけど、どこへ行けばいいのか分かってる人の目だ。だとよ、納得したかい？ええ。ならあとは何をするかだな。その迷いのねえスピリアに従ってよ。貴公のその立ち振る舞い、総末会として名のある御神とお見受けする。よせやい、貴公だの御神だのむずがよくなるだろ。ガラドで結構。その腕前野に置くには惜しい。おだてたって何も出ねえぜ。俺くらいの総末会なんざその辺にゴロゴロいるさ。20年旅を続けて自然とこうなっちまっただけだよ。20年も旅を？ああ、デスピル病患者を探してあっちこっちな。だが結局20年かけてもデスピル病一つ根絶できないヘナチョコ総末会にしかなれなかったよ。だからあんまり俺を買いかぶらねえでくれ。逆につらいからな。シング、私との戦いでどこか怪我したりしなかった？うん、ちょっとだけ。でもイネスの腕はやっぱりすごいや。シング、わわ、イネス苦しいよ、特に胸が。ごめんなさい、謝っても謝りきれないわね。イネスはいい匂いがするね。俺覚えてないけど、と母さんの匂いと同じような気がするんだ。だから俺、またイネスと一緒に旅ができて本当に嬉しいんだよ。
あなたって子は。でもそこはお姉さんって言ってほしかったわね。今度お母さん呼ばわりしたらぶっ飛ばすわよ。え、いや、ごめん。冗談よ冗談。ありがとうシング。決勝騎士の力だ。やるな、メドライト。カルセドニーこそ。彼らのチェンターレンの元へ急ぎましょう。彼ならきっとリグナトル駐屯地への潜入を手配してくれるはずよ。僕あんまり気が進まないんだけどな。どんな条件を出されるか頭が痛いよ。
よう、どうしたイネスさん。ひょっとしてデートのお誘いかい？そんなわけないだろう、このエロ親父め。おっと、未来の宮廷画家様はご機嫌斜めだね。まるで軍に指名手配でもされたみてえだ。さすが耳が早いわね。その件で取引をしに来たのよ。私たちにリグナトル駐屯地の特務部隊へ荷を運ぶ船を一隻、船乗りごと譲ってほしいの。はあ、特務部隊への荷？一体何の話やら分かんねえな。と調べくれてもあんたが相手じゃ時間の無駄だな。まずはそっちの条件を言いな。チェンさん、俺たちは。おい小僧、これは真剣勝負の商談だ。素人は黙ってろ。見返りに特務部隊の隠し資金100億ガルドのありかを教えるわ。非合法のお金だから、全てあなたが懐に入れても罪には問われない。それでどうかしら。うん、話にならねえな。そんな金に手を出したら特務に消されておしまいだ。その心配はいらないわ。特務部隊は私たちが壊滅させるから。ほう、そりゃ豪気な話だな。だがどう考えてもあんたらを特務に突き出す方が新しい世界での儲けにつながると思うがね。新しい世界。あなたシルバ大佐の目的を知ってるのね。そりゃまあな、届けた物資から推測しただけだが、これでも一流の商人なんでね。俺たちは人のスピリアを傷つける特務部隊を、シルバ大佐を必ず止めてみせる。そんなヨタ話を信じろってか。小僧、俺は人を疑って成り上がったと教えたはずだぜ。だったらシルバ大佐の力の方を疑ってみてよ。俺たちが勝つんじゃないかってさ。おめえらの方が勝つだと？ほう、大きな口叩くじゃねえか。チェン・ターレン、特務部隊の方が搬入の件でお見えです。よし、お通ししろ。チェン、てめえまさか。おめえらはここから逃げろ。特務の連中と鉢合わせちゃまずいだろ。それから船と船員は港に用意する。好きに使え。チェンさん、ありがとう。勘違いするなよ。これは100億ガルドの取引だ。ただし一つ約束しろ。もし特務部隊に捕まっても俺の名前は出さないでくれよな。うわ、せっせこい。うん、約束するよ。その言葉信じるぜ小僧。いや、シングだったな。いやいや、お待たせしました。久々に若い頃を思い出す面白い商談がありましてね。で、次回のには間もなく港を出る予定でして。うわ、こんなとこに出るんだ。こんな隠し通路を用意してるなんて、アコギな商売してる証拠だよね。まあ、おかげで助かったんだからいいじゃねえか。チェン・ターレンから話は聞いております。どうぞお通りください。船と船員の用意も港に整っているはずです。じゃあ私たちの船を受け取りに行きましょうか。イネス、100億ガルドの隠し資金ってどこにあるの？ああ、あんなの嘘に決まってるじゃない。そうなの？ああ、俺チェンさんを騙しちゃったのか。騙してないわよ。あの人も隠し資金なんて嘘だって分かってるんだから。え、じゃあなんでチェンさんは？チェン・ターレンがかけたのはあなたのスピリアの強さ。シングのスピリアにチェン・ターレンは100億ガルドかけたのよ。自慢していいわ。世界一の商人があなたの思いに100億ガルドの値をつけたってことなんだから。
ちょろいちょろい。くらえ、ゆっくりした。くらえ、あって、強制大事件の発見。ゆっくりした。ちょろいよ。甘いぜ。ちょろ甘だね。これがソーマの力だ。お待ちしておりました。こちらがお取引の船になります。あれ、でもこの船って。よう、よろしく頼むぜ、新オーナー。まさか船長はあんたなのか。船と一流の船乗り、ご注文通りのはずですが、何かご不満でも。エカイユ、一つ注文通りじゃないよ。あたいらは超一流の船乗りだからね。申し訳ございません、お嬢様。はぁ、あ、お嬢様。はい、三号お嬢様はチェン・ターレンの一人娘です。それからこちらはチェン・ターレンからの請求書です。請求書って何さ、対等な取引のはずだろ。さっきの抜け道の通行料ですって。さすがね。相変わらず親父はせこいね。でも安心しな、あたいは親父と違って客を 2,3 人海に落としても気にしない、海のように広いスピリアの持ち主だからさ。僕この親子ともう関わりたくないよ。苦情など受け付けている時間はない、行くぞ。ああ行こう、琥珀が待ってる。ひでえ揺れも少しは収まったか。厄介な海流は抜けた。もうすぐリグナトル駐屯地に着くよ。そろそろ俺たちも荷物の中に隠れよう。あー、こんなベタな方法で見つからないかな。大丈夫だよ、生徒でもこの手でクンサイトを忍び込ませたじゃないか。いいえ、特務は教会ほど甘くはないわ。全ての搬入物資はスピリアに反応する四年石で調べられるはず。なら荷物に身を隠しても発見されるのではないか。ええ、生き物ならネズミ一匹見逃さないでしょうね。だからこの水明島で仮死状態になって一時的にスピリアの動きを止めない限り、ね、仮死状態になってスピリアを止める、つまり水明島は。そう、毒薬よ。量を誤れば二度と目を覚ますことはないわ。あなたたちを裏切っていた私を信じるのは無理かもしれない。でも潜入の方法はこれしかないの。まず私がこれを飲む、後の判断はあなたたちに任せるわ。判断なんてとっくにしてるよ。たく、毒を食らわば皿まで、いや毒までか。胸の大きな美人は信用しろってのも付け加えなきゃな。正直気は進まないが、琥珀のスピルーンのためか。まずい、こんなものを使用せねば機能を制御できぬとは。人間は不便だな。30秒後に全機能を次元停止。お前たちが復活しない場合、自分は単独での救出行動に移る。何その視線、僕も飲むよ。クンサイトがまずいって言うからちょっと尻込みしただけで。わかったよ、飲めばいいんだろ。あんた、ずいぶん信用されてるんだね。え、みんなそういうスピリアの持ち主なのよ。
だからこそ私はこの信頼に報いたい。彼らのこのまっすぐなスピリアをあの人にも伝えたいの。いい大人がこんなこと言うと笑われるかしら。笑わねえよ。あたいは親父と違って船乗りだからね。船を前に進ませるのは風でも波でもなく船に乗る者同士の信頼だって知ってるさ。ありがとう。あとはよろしく頼むわね。任せときな。恋人への贈り物みたいに綺麗に包んで届けてやるよ。下がれ。部外者の立ち入りは一切許可しない。なんだと？あたいはあんたらに依頼されたチェン商会の人間だよ。承知している。だが荷の卸も調査を兼ねて全て我らが担当する。貴様らは船の隅でおとなしくしていろ。てめえら何様のつもりだ。分かったよ。好きにしな。中に何かいるぞ。ネズミか。チェン商会の荷にしては不衛生だ。他にスピリア反応はなし。よし、基地内に搬入せよ。貴様らは予定時刻までに出航しろ。1分でも遅れたら不審行動とみなし全員拘束する。予想以上の警戒だ。手助けの一つもしてやりたいが、これじゃ動きが取れないね。羽クジラ様、どうかあいつらにご加護。母体の活性化は随分進んだようだな。ああ、もうすぐ完全に目を覚ます。そうなれば帝国など一気に制圧できるだろう。いよいよ我らの願う気高きスピレアに満ちた新世界が訪れるのか。さあ吐け、貴様のスピリアの秘密を。強情な娘め。手こずっているようだな。はっ、申し訳ありません。琥珀さん、意地を張っても誰も助けになど来ない。シング君たちは今頃全員イネスに殺されているのだ。シングは死んでないよ。それにイネスも。大佐、ローレンツが敵に寝返りました。現在メテオライトと共にここへ向かっていると思われます。インカローズ、報告は正確に行え。正確です。イネス・ローレンツ少佐はあなたを裏切りました。バカな、あのイネスが私を裏切るなどありえん。裏切ったんじゃないよ。あなたへの思いと一緒にここに向かってきてる。ソーマがイネスの思いを伝えてくれてる。ソーマが思いを伝えるだと？何をほざく。ソーマなどただの武器に過ぎん。ソーマなんかなくたってイネスの思いには気づけるはず。なのにあなたはスピリアを閉ざしてそれを受け入れようとしない。だからイネスはここに来ようとしてるんだよ。ストリーガウ、スピリアの秘密を明かせろ。貴様の流儀で構わぬ。了解。殺すなよ。観念しろよ娘。大尉にスピルリンクされればもはや何も隠し立てはできんぞ。いや、この機会に機関たちに拷問のコツを教えてやる。まず、人の肉体は予測できる痛みには相当耐えられる。しかし不測の痛みには存外脆いものだ。そしてこのように不規則に痛みを与え続けると激痛を待つ時間の恐怖が実際の痛み以上にスピリアを蝕んでいく。このくらい私は平気。
質問すら不要。必要なのは、吐かなければこの恐怖と痛みが永遠に続くと理解させることだけだ。拷問とは、肉体に苦痛を与えるものではなく、スピリアを折る作業なのだよ。全員再起動完了したな。ここはリグナトル駐屯地上層部の倉庫よ。潜入は成功ね。気持ち悪い。仮死状態になんて二度となりたくないよ。心配すんな。この先はしくじったら本物の死体になるだけだ。余計心配だよ。捕虜は下層部に監禁されてるはずよ。急いで琥珀を探しましょう。